はい、では、エアタートルとはまず何ぞやということなんですけども、タートルが肘を刺して回るのに対し、エアタートルは肘を刺さずに回るパワームーブのことを言います。フェドルチェンコと同じ、動きになりますね。エアータートルと言ってはいますが、決してタートルの軌道と同じかと言われたらそうでないパターンもあります。名前によってはその地域や時代によって異なりますが、自分は肘を伸ばして手を支点に体を回転させる技を総称してエアータートルと呼んでいます。中には肘を刺そうが刺さまいがタートルはタートルだよといった声もありますが、意識する場所は全く変わってくるので、自分は全く別物と考えています。というのも、エアタートルはやっぱどうしても遠心力を味方につけないと回ることができない、技です。クリケットとかタートルは遠心力なくて、多少もう遅くても回ることができるんですけども、エアタートルに関してはどうしても遠心力使って勢いが出ないと回ることが難しいです。で、エアタートルは大まかに2つに、分かれています。それがウォークとフロートというものです。ウォークっていうのは軸手が左右に入れ替えて、タートルのように回る回り方、こんな感じで軸手が入れ替わって回るやり方なので、少し後転軌道が入ります。それに対してフロートっていうのが、軸がもう一点に決まっている、クリケットのような感じで軸が一点で回る、その場で回る動きを言います。簡単に言うとこんな一点で回ってる。でどっちの方がいい悪いとかっていうのはないので、自分に合った方を練習するのがいいと思います。もうこっちの方が見栄えがいい、自分にとってかっこいいっていう方をやった方がいいかなと思いますね。各技の個人的なメリットデメリットを言いますと、フロートのメリットは早く回れて勢いがあるだとか、軌道に乗ればそこまで筋力を使わないなどといったものがあります。デメリットは遠心力がかかる体勢を維持するのが難しかったり、コントロールするのが難しいといったものがあります。対してウォークのメリットは、コントロールしやすい、またダイナミックさが出るといったものがあります。デメリットはフロートよりも筋力が必要、またスピードを出すためにより筋力が必要になります。さらに細分化すると、足や体の形によって UFO だったりメリーゴーランドといった技に派生します。